どう見ても明らかにさ、意識してるって感じするよね。ホイールもね、どう見ても意識してる感じするよね。菊神チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、菊神チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、ちょっと原付キャンピングカーの方部品が届かないので、ちょっと前からねやりたかったベスパとベルデっていう企画をやっていきたいと思います。このバイク非常にベスパにね似ているバイク、ベスパじゃないんです。よくベスパって言われるんですけど、ベルデです。はい、ベルデ、ベルデとはねイタリア語で緑っていう意味なので、その、イメージカラーであるボディがグリーンです。あ、ちなみにねこっちはね、これはベスパです。はい、なんとなくね細部は違うんですが、非常にねよく似ています。後ろのねこのシュッとした感じ、こっちもねこう後ろがシュッとしてあってね非常に、よく似ているバイクです。どこのメーカーが作っているかというとですね、こちら、日本のスズキというメーカーですね。バイク業界ではどうなの、どう見ても似ているということで、実はこれベスパ社のベスパを作ってるねピアジオ社に、訴えられたというね過去があります。どこにもスズキって入ってないんだよベルデってしか入ってない。ここら辺とかねもうよく似てるよね。ねえ、そう、なんか最近ね某アジアの国々で日本製のねパクリ商品が出ていますが、元祖いやパクリではない、オリジナルです。オリジナルね、オリジナルだと思います。このベルデなんですけども、ね1998年に発売されました。こちらのモデル、右側のねベルデ、こっちはね、当初の初期ものになります。初期ものだけね、あのスズキベルデっていう、ベルデイタリア語で緑っていう意味なのに、実はね緑が初期モデルにしかないということで初期モデルになっています。ジョルノとかビーノとかっていうレトロ系のスクーターが非常に流行っていたんですね。でその時にスズキから出てきたのがこのベルデ。スズキベルデがねツーストのエンジンを積んでて、非常に、ね、パワフル、 6.2 馬力だったかな、レッツ2のエンジンをベースにした2ストロークのね 50cc のエンジンをもともとは積んでいます。もともとはね 50cc しかない設定です。はい、エンジンいったのを機に、ボアアップして、今は排気量がアップしているので、黄色ナンバーになって乗っております。非常によく似て非常になかなか2台このなかなかこのベルデとベスパを両方持ってて、しかも両方普通に維持しながら乗ってるっていう人なかなかいないんじゃないかな。このねハンドルのこの絞り具合とかもさ非常によく似てると思います。さすがに普通に街乗りを重視しているので燃料計とかスピードメーターとかねそういうのはついています。でこの特徴となるのがねこの椅子なんですが、よいしょ、ちょっとごめんなさいね、ボロくてさ汚いんだ。2段階でこう蓋になってるようになってて、で荷物入れがこのぐらいなの。ヘルメットが入んないんだ実は。ハンヘルはちょっと入るんだけど、あのジェットヘルとかフルフェイスとかはね入らない仕組み。でここがガソリンで、ここがオイルを入れる設定になっています。ごめんなさいね、冬だからね最近乗ってないのでちょっと汚れています。24年選手になりますかね。もともとはねあの仙台の早坂サイクルさんで最初販売されたものになっています。でこのベルデでね北海道とかにも行ったことあるんですけど、必ずフェリーとかのねあのなんかフェリーとか待ってる時、ベスパで行くんですかなんて言われて、いやいやベスパじゃないです、ベルデです、えみたいな。なかなかあんまりね知られてはいないです、マイナーではね。でもこの可愛さと走りが両立している、結構ね可愛いバイクなんですよ。ベスパはねあのスクーター、一応ねスクーターというこのパッケージではあるんですが、マニュアルになっております。で、こっち側がブレーキ、あとブレーキがね実は足についています。それでこっち側がこれクラッチ、あの普通の大きいバイクと一緒、クラッチで、これでここにね1234って書いてるでしょ、これでこうぐるっと回して2 3
3とかね、1、2、3ってこういうふうに回してって変速するタイプです。それに比べてこっちのベルデの方は一般的な普通のスクーターと同じになっているので、足にブレーキはなくて、こう手両方の前後のブレーキになっていますね。こういうところはね、今の最近のスクーターと同じような感じになってます。鍵がね、こうシャッターキー、ベルデにはね非常に面白いシステムがついています。鍵がね、こう鍵穴をいたずらできないようにこうシャッターつくんですね。でこの見てください、このインディ・ジョーンズで使われてたようななんか秘宝みたいなやつ、これを開けるときにこれをここにこう向きがあるんだよね、こうだね、差し込んでこうやってね開くの、面白いでしょ。だからこれをねなくしちゃうともう開けられないっていうね、なかなかこうギミックがねあって面白いんですよ。それでね、こっちのバイクはねセルモーター、キュキュンっていうセルもついてて、キックもついてるね、2つついているタイプです。一方でねベスパはセルモーターをついてないのでキックでかけるんだよね。で面白いベスパはね、この右側にキックがある。でベルデはねこう左側にキックがある。日本は左側通行だからキックをするときに多分こっち側に立つんだよね。こっち来る、こっち車が通るからこっち側に立つ。ベスパはやっぱり右側通行の国だから車がさこういう風に走るんだよね。だから多分こっちにキックがあるんだと思われますね。ここら辺がやっぱりね作ったお国柄が出てるなと思って、せっかく真似するんだったらねベルでもこっち側にキックつければよかったね。面白い。ヘッドライトの場所も同じ。ウィンカーがさすがにね、国産車ここってわけにいかないのかな。ウィンカーこっちについています。なんかさ、このフェンダーの形とかもさ、どう見ても明らかにさ意識してるって感じするよねホイールもね、どう見ても意識してる感じするよね。わざわざこんなリンクみたいにしてさ、同じような足回りにしてあるよねね、なかなか面白いと思います。ここにタイヤがついちゃったらもうさすがに言い訳できないかなって思いますね。ちょっと雪が降ってきてしまいましたね。ミラーもねなんかそっくりですねでね、このリアラック、リアキャリアっていうのかな、これね非常に斜めになっててね使いにくいんだけどね、これかっこいいよね。これこういう風にしようって言った人天才だなと思って、使い勝手よりまずデザインだべっていうね。普通やっぱこう平らになっちゃうんだけど、平らになるってやっぱかっこ悪いんだよね。だからここら辺はねちょっとベスパとはちょっと違う感じかな。ベスパはね結構フラットなキャリアがついてたりとかするんですよね。2つの、ベルデ、ベスパっていうこの2車種なんですけど、共通して言えることはやっぱりね、キビキビ走って元気で楽しいバイクなんですよ。さっきも言った 6.3 馬力で出足加速がビュンというのね。このベスパもそうなんだよね。総合的なパワーはないんだけど意外と元気よくキビキビ走る、そういう意味でここのデザインだけじゃなくコンセプトとしてもね非常に似ている部分があるんじゃないかなと思いますよ。はい、というわけで今日はあまりにも似ていてですね、ちょっとピアジオにね訴えられてしまったというこのベルデ君をね紹介していきました。ジャンク屋さんでね、ジャンク屋さん、リサイクルショップで2万円で買ってきたんですよ。不動車ね、それを直して乗ってもうすでに10年ぐらい乗ってるんですけども、まだまだね元気にバリバリ走ってくれる可愛い相棒でもあります。もともとねこの原付キャンピングカーを引っ張ってたのもベルデです。これね実はこのままここをカプラーを刺すと原付キャンピングカーに電気をね供給してウィンカーとか全部連動させるっていうね配線がついています。ピアジオに訴えられてしまった悲劇の原付ベルデを紹介していきました。街中でね見かけることあるかもしれないです。後期型はねオレンジなんかのねポップなカラーもあるので、見かけたらベスパに似ていて訴えられてしまった
ベルデだって思っていただければ面白いかなと思います。皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。